士官とは、古代中国の歴史書である、式、漢書の兵称。春秋差し伝、国語を加えて、左国士官とも称し、後に五漢書などを加えて三史とも称した。精神から陸長にかけて、式と漢情を並べて、士官と呼ぶようになっている。式と漢情は、共に紀伝体の歴史書であるが、式が通史であるのに対して、漢情は、断代史であった。 また、式が十二本に十票、八書、三十聖歌、七十列伝からなり五十二万字余りに対して、漢情が十二本に八票、十四シリング、列伝からなり八十万字余りと、章の数は式が勝り、文字数では漢情が勝った。このため、式と漢情の両書を閉称し、あるいはどちらが優れているかという議論が発生した。 当の竜ともいくは、質中の中で感情を評価して、式を批判し、北総のほど音外は、式に、文字以外に、微妙なところがあり、感情の方が、上胸が尽くされていると評している。南総の出記は、式は素にしてそう、感情は、密にして、才として双方優れたところがあるとしている。真の方法は、式こそ、春秋の後継として、春秋の吉則を守ったと評した。 他に、主観優劣論の書物としては、南宋、芸思うの、販売文、同じく老期の、ハンバーザ類、名、元愛嬌の、主観宝画、清揚挙機構の、主観旧税、同じく西洋教の、主観変異枝が挙げられる。また、陸長期の頃から、四季、漢女に、東漢漢期あるいは、戦国作を加えた三種類の歴史書を、三種と並称した。当以後には、 五感書を加えた三種類を三詞と呼ぶようになり、以後定着した。剣闘詞として、唐に渡った紀美真紀美が、きび真きびが三子を学んで帰国して以後、日本でも広く読まれるようになり、後に、記伝道成立のきっかけとなった。日本の戦国時代にも読まれており、特に、なおえ加熱具が増書していた双藩の三詞は、貴重書として有名である。ありがとうございます。